この動画では肩関節周囲炎の画像診断についてお話ししていきます。肩関節周囲炎は中高年の肩の痛みの原因として最も多い疾患ですけれども、漠然と肩の周囲の炎症というイメージがあるため MRI などでどこを見ていいのかわからないという方もいらっしゃると思います。 MRI では着目するポイントがしっかりあって、今回の動画では肩関節周囲炎の病態とともに画像所見でどの部分を見ていけば良いのかについて丁寧に解説していきたいと思います。キーワードについてはこれらのキーワードについて解説していきますので、これらのキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。まず肩関節周囲炎に関する重要な解剖構造について見ていきたいと思います。こちらは関節造影後の MRI の冠状段の画像ですけれども、関節液が造影剤で満たされており、下側にたわんだ構造物が見受けられます。このたわんだ構造物を液化脳といい、この液化脳の下側の壁にあたるこのハンモック状の壁を下関節上腕靭帯と言います。ここからめくっていくと、この部分に右後突起がありますが、右後突起の内側のスペース、肩甲下筋の後ろで棘上筋腱よりも前にあたるこの辺りのスペースのことを腱板側部と言います。腱板側部はこのような上腕二頭筋長頭腱の関節内の部分や関節上腕靭帯、そして右後突起から上腕骨に向けて走る右後上腕靭帯などが重要な構造物です。腱板側部の解剖についてはシャーシ上段も非常に観察しやすい断面となります。こちら棘上筋と肩甲下筋がありますが、スクロールしていき棘上筋腱と肩甲下筋腱になるわけですけれども、その間のスペースのことを腱板側部と言います。こちら上腕二頭筋長頭腱が見えていますが、関節上結節からスタートし走行していく様が明らかです。またシャーシ上段では右後突起の基部から上腕骨に向けて走行していく右後上腕靭帯も観察しやすい断面となります。これら液化脳や腱板側部、右後上腕靭帯などが肩関節周囲炎を理解するために重要な解剖構造となります。肩の解剖についてはこれらの動画で詳しく解説していますので、より詳しい解説を聞きたいという方はこれらの動画も参照いただけたらと思います。それでは症例を見ていきたいと思います。49歳女性で、肩関節の痛み可動域制限の患者さんの肩の MRI の画像です。脂肪抑制の T2 強調画像で、液化脳の部分に高信号域が見受けられ、下関節上腕靭帯のこの部分に飛行が見受けられます。断面をめくってみると、上腕二頭筋長頭腱が垂れ下がっている部分の周囲に液体潮流が見受けられ、右後突起の内側の腱板側部のこの部分に高信号域が見受けられます。腱板側部は棘上筋腱と肩甲下筋腱の間ですけれども、視上段で見やすく、 T2 強調画像の斜視上段では棘上筋腱と肩甲下筋腱の間のこのスペースに高信号域が見受けられます。この方は肩の可動域制限がひどく、自分で動かしても他人に動かしてもらっても痛いというエピソードがありました。それらの臨床所見とこの画像所見から肩関節周囲炎と診断されました。肩関節周囲炎は肩関節周囲に炎症が生じ可動域制限が出る疾患のことを言います。肩を上げようとしても痛くて上げられないという状態が生じるわけです。なぜ可動域制限が出るのかというと、肩関節には動きを潤滑にするために液体の入ったこのような関節包という袋があります。この関節包がカチカチに硬くなってしまうことによって可動域制限が出るわけです。こちらは関節包に造影剤を満たしたレントゲン写真ですけれども、正常ではこのように変異がポコポコとしており非常に弾力性がありますが、肩関節周囲炎が生じると変異のポコポコとしたものがなくなり、このようなまっすぐになってカチカチになっていることがわかります。このように関節包が硬くなることを拘縮というため、肩関節周囲炎は拘縮肩とも言われます。こちらは肩関節周囲炎を年代別に分けたものですけれども、40歳代と50歳代にピークがあるため、一般名として拘縮肩は40肩や50肩などと言われます。臨床的には腱板断裂の鑑別が非常に重要ですが、まずよく言われる見分け方として、腱板断裂は当然ですけれども、その傷んだ筋肉を使うために痛みが生じるため、自分でその筋肉を使う時に痛みが生じる傾向がありますが、それに対して肩関節周囲炎はこの関節包自体がカチカチとなることが原因ですので、自分で動かしても他人に動かしてもらっても痛いという特徴があります。さらに動かす方向にも特徴があり、
例えば腱板断裂のうち極上筋腱が断裂した場合には、極上筋腱は外旋動作の時に筋肉を作用させるため、外旋の時に痛いという特定の方向が痛いという特徴がありますけれども、肩関節周囲炎の場合にはこの関節包は全身を取り巻いているため、あらゆる方向に痛みが生じるという点で鑑別される場合が多いようです。肩関節周囲炎は凍結肩や四十肩、五十肩、拘縮肩、癒着性肩関節包炎などさまざまな用語が使われていますが、ここでその用語について一旦整理しておきたいと思います。肩関節周囲炎は肩周囲組織の老化に伴い炎症を生じ、痛みや運動制限を呈する疾患のことを言います。名前の通り肩関節周囲の炎症ということで、非常に広い概念で使われる言葉となります。病態として肩関節包炎や腱板炎を含む総称であり、講義の概念となります。そこで米国整形外科アカデミーが1993年に原因不明に生じる肩関節の拘縮を凍結肩と定義しました。この凍結肩ですけれども、肩関節周囲炎よりも少し狭い概念で、身体所見及び画像所見で腱板断裂や切開沈着性腱板炎を除外し、肩関節の可動域制限を伴うものと定義されています。自然に警戒し、症状発現から数年で疼痛や可動域が改善するのが一般的です。だいたい40歳くらいで肩が痛いという四十肩や、だいたい50歳くらいで肩が痛いという五十肩と言われる概念はこちらに入ります。時期によって炎症期や拘縮期、回復期があり、外傷や術後に二次性に生じるものは二次性凍結肩と言われます。この凍結肩の概念をさらに縮め、この拘縮期にあたる部分を拘縮肩、癒着性肩関節包炎と言います。一次性のものと外傷や術後、糖尿病などに伴う続発性のものがあります。よって言葉の広さとしては肩関節周囲炎が最も広く、それをさらに縮めた凍結肩、さらに狭い概念である拘縮肩や癒着性肩関節包炎という名前で用語を整理していただけたらと思います。それでは今回の動画のメインテーマである肩関節周囲炎の画像診断について見ていきたいと思います。肩関節周囲炎と診断するためには、最低条件として腱板の前層断裂がないということを確認することが重要です。肩関節周囲炎は肩関節の関節包に拘縮が起き、カチカチなる病態ですので、関節包が破綻している前層断裂になった場合は拘縮が起こることは絶対にありません。よってまず腱板の前層断裂を否定することからスタートし、その上で独立するポイントとして液化能と腱板側部の拘縮の評価が非常に重要となります。それぞれ細かい所見として、液化能の飛行更新号化、下関節上腕靭帯の造影効果、腱板側部の更新号化、腱板側部の造影効果、サブクラコイドトライアングルサイン、右向上腕靭帯の飛行などについて見ていきたいと思います。肩関節周囲炎が進行してくると液化能の拘縮が起こります。関節包が飛行し、カッチカチとなって柔軟性がなくなる所見を見ていくわけですけれども、画像所見で見ていくところは、この液化能の下側にハンモック状にぶら下がっている下関節上腕靭帯に炎症が生じ、更新後になるところ、さらにこの関節包の壁が分厚くなっていく所見を見ていきます。関節包の厚みを4ミリ以上を指標とした場合には、肩関節周囲炎に対する感度が 65%、 得意度が 90% で報告されています。また活動性が高い症例では、こちらの症例のように下関節上腕靭帯が炎症を反映し、更新後になります。こちらの所見で見た場合には、感度が 85.3 から 88.2%、 得意度が 88.2% で報告されています。またあまり行われないかもしれませんが、ガドリニウム造影剤をした場合、下関節上腕靭帯が造影される所見が得られます。こちらは造影効果なし、造影効果中等度、造影効果ありで症例を振り分けた文献からの引用ですけれども、このように下関節上腕靭帯が造影されるようです。この造影効果に関しては可動域の減少と相関があるということも報告されています。続いて腱板側部の拘縮についてです。肩関節周囲炎では液化能だけではなく、腱板側部にも拘縮が起こってきます。腱板側部の増殖性変化と炎症を反映して、脂肪抑制の T2 強調画像や通常の T2 強調画像系のシーケンスで更新号になってきます。また腱板側部における関節包の平均の厚さは、癒着性肩関節包炎の患者では対象群に対して 7.2 ミリ対 4.4 ミリと優位に分厚いことが分かっています。また、ガドリニウム造影剤による造影を行った場合には、
液化の音同様にこの部分に造影効果が出てきます。関節造影なので、肩関節のシャーシ上段を T1 強調画像で撮影した場合には、サブコラコイドファットトライアングルの消失が重要なサインとなります。こちらは右後突起と右後上腕靭帯、そして棘上筋腱と肩甲下筋腱の間に囲まれたこの三角形状のスペースのことをサブコラコイドファットトライアングルと言います。右後下の脂肪の三角形のことを言います。こちらは正常ではこのように T1 強調画像で高信号の脂肪組織となっていますけれども、腱板側部に炎症が生じた場合には、その脂肪が水に置き換わっていくため低信号になっていく所見が見受けられます。こちらの症例では脂肪の三角形が完全に消失しています。このサブコラコイドファットトライアングルでは、肩関節周囲に対する感度は32%と低いですけれども、得意度は100%と非常に得意度が高い所見となっており、シャーシ上段を T1 強調画像で撮影した場合には必ず評価しておくべき所見となります。続いて、右後上腕靭帯の飛行についてですけれども、肩関節周囲炎では右後上腕靭帯が非常に分厚くなるということが分かっています。癒着性肩関節包炎の患者は正常対象群よりも右後上腕靭帯が 4.2mm 対 2.4mm と優位に厚かったということが報告されています。こちらは正常の右後上腕靭帯ですけれども、飛行するとこのように分厚くなってきます。右後上腕靭帯の飛行の敷地についてですけれども、敷地 4mm の研究では感度が 59%、 得意度が 95%、 敷地が 7mm では感度が 64%、 得意度が 86% と、だいたい敷地は 4mm から 7mm くらいで捉えることが多いです。最後にその他の画像所見について見ていきたいと思います。最初の症例は腱板側部に炎症があるだけではなく、上腕二頭緊張と腱の周囲に液体潮流がありました。このような液体潮流は横断像で非常に分かりやすいと思います。上腕二頭緊張と腱周囲の液体潮流に関しては、癒着性肩関節包炎の患者群が対象群に比べて 60% 対 6% と優位に多いことが分かっています。また肩関節周囲炎は炎症期、拘縮期、回復期の3つの時期がありますが、炎症期は画像所見が乏しいとされ、このような腱膀か三角筋か滑液包内の滑液のみが乱れる場合と、画像所見が少ない場合があります。肩関節周囲炎は画像所見に関して過小評価が多いとされていますけれども、炎症期のこのような画像所見の乏しさが理由の一つだと考えられます。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は肩関節周囲炎の画像診断について見ていきました。肩の拘縮によって可動域制限が起こる疾患ですけれども、まず用語について整理し、広い概念として肩関節周囲炎、どんどん概念が狭くなっていき、凍結肩や四十肩、五十肩、さらに狭くなり、拘縮肩や癒着性肩関節包炎という用語について整理しました。臨床的な特徴としては、関節包がカチカチとなるため、他人が動かしても痛い、あらゆる方向に痛いというのが典型的な臨床所見となります。そしてメインテーマである画像所見ですけれども、前層断裂を指定した上で液化脳と腱板側部の拘縮を見るというのが最重要なポイントでした。液化脳の非高高信号化、下関節上腕靭帯の造影効果、腱板側部の高信号化、腱板側部の造影効果、サブコラコイドトライアングルサイン、右後上腕靭帯の飛行などの所見について一つ一つ解説していきました。以上が今回の動画のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。